はい、おはようございます。春夏堂田中です。ちょっと掛け軸をちょっと見せてください。よいしょ。ここはちょっと短いので寸足らずになるかもしれませんけど、よいしょ。はい、これがうちで、まあ、いくつか持ってますけど、そのうちの一つの到着中の絵ですね。到着中、今ちょうど木曽の芸婦展でやってますけど、忘れられてた画家が再発見ってされてますけど、多分主流派と反主流派のせめぎ合いみたいなことは辻先生がちょうど、おっしゃってたと思うんですね。で、やっぱり絵画っていうのはなんか非常に真面目な方向にいて硬くなると、いやそれはそうじゃないんじゃないのと、ひっくり返す人たちが出てくると。これが江戸時代にも起こったでしょうし、それからまたじゃあ江戸を研究する人たちの間でも、どっか主流派っていうもの、まあ、例えば応挙だとか、武尊だとか、ある種の真面目なものをずっとフィーチャーしている美術史があったとすれば、どっかでクレームにあるそれをちょっとある種批評的に捉えたり、まあ、ちょっとからかったりするものがまた取り上げるって、そういうその研究する側とか、あと見る側もある種の真面目なものと非真面目なもの、このせめぎ合いがあるんじゃないかと思いますね。まあ、そういう中にいて、で、まあ、ただ単に商売という面から見ると、若冲というのはずっとやっぱり、非常に優れた画家としてもともと見られてて、だからそれは美術商の側からするとちょっと何ていうか、世間が騒いでたり騒いでなかったりするっていうふうにも捉えられるものかもしれないですね。まあ、そういうことで到着中については、まあ我々としては時代がどうあれずっと絶やさず、関心を持ち続けて次に伝えるというのは我々画廊というか美術商人としての役割かなと思ってます。はい、そういうわけで伊藤若冲買取のことでしたら、こちらの方まで、お問い合わせください。はい、0120いつもこと、週刊堂まで、はい、以上です。